はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もチェルノブライトを続きやっていきます。今コンティニューでゲームを再開したところなんだけど、どうやら毎回この空間からスタートするみたい。Сейчас легко вспоминать, как я пережила ее. Татьяна の話が聞ける空間といっても、普通のフィールドでも Татьяна は直接語りかけてくるんだけども、Зима была такой долгой, холодной, темной. 今のところ同じことを言ってるけど、ゲームを進めたら話す内容も変わってくるのかな。Было там так одиноко. Эти долгие, долгие.はい、で、1日目、チェルノブイリの朝からの続き、あれ？スクラップしたはずだったんだけどな。で、そうそう、この無線機で、誰だっけな、タラカンだっけな、これ人名なのかわからないんだけど、めちゃくちゃ変なことを喋ってた人物で、ただ、とっさにイゴールが彼女のことを知ってんのかって聞いてみたら、なんかね、知ってるかのような、なんか思わせぶりな口調だったんだけど、とりあえず会いに来いってひたすらに言ってたんで、会いに行ってみよう。これが最初の任務だろうね。そしてツールボックスでいろいろアイテムをクラフト、他にもクラフトできるんだけど、結構ね、種類があるみたい。本当にフォールアウトっぽいね。ビルドテーブルもね、いろいろあるん？これは何だろう、ハイドロリックプレスっていうのかな。この辺、早い段階でレシピが揃ってるなら、ガンガン置いてみようか。置いちゃった。十分なパワーがここにない。電力かなんか不足してんのかな。で、なんか今、BGM が二重になってるんだけど、大丈夫かな、これ。Я тут случайно услышал твой разговор. Что собираешься делать? Встречусь с этим парнем. Лично. Так ты ему доверяешь? По-моему, он чокнутый какой-то. Не доверяю ни капли. Но чокнутый или нет, а что-то он знает. И хочет поделиться. Я называю это возможностью. Да уж, конечно, знаю это. Его послушать, так он просто заливает.А еще он реально чокнутый. И место ему в психушке. Если собираешься с ним встретиться, будь очень осторожен. Око Москвы – это вот тот огромный радар. Его даже отсюда видно. В любом случае, это пустая трата времени. А у нас припасы заканчиваются. Давай сворачиваться и выбираться еще много. Сможем сделать это в любой момент. С помощью манипулятора я смогу открыть портал, и мы выберемся.Но я не сделаю этого, пока не найду Татьяну. Татьяну を見つけてからじゃないと帰らないとイゴールは言ってて、で、そして前回無線で入ってきたあの男のことを信用できんのかってオリバーが疑ってるね。愛はリスクよりも重要だと主張するか、タラカンという男が言ってた内容を信じるか、オリバーの言う通り、ちょっとタラカンってやつ怪しいからやめておこうっていうオリバーを信じるか、どうしよう。意外と究極の選択を結構迫られるな。タチアナの話をしてもいいけど、タチアナの話にしよう。В общем, я должен с ним встретиться. Дело в ней. Я должен. Я чем угодно рискну, лишь бы найти ее.Это намного важнее даже, чем я или ты. И это моя первая зацепка. Шансов мало, но я хочу попробовать. Ой, ну прости, что стою у тебя на пути, Ромео. Просто подумай об этом. Может быть, это мой единственный шанс найти Татьяну. Что? После 30 лет? Черт, ты правда думаешь, что она живет-поживает где-то в глубине зоны? Избушка? Сзади? Котика завела?Очнись, Игорь.
Очнись, твою мать! Я ценю твою заботу, но этот разговор окончен. Раз уж тебе хочется вести себя как псих, будь хотя бы вооруженным психом. Бакагетеру нанте ю кедо, джу ва курерунда. Азас. Вооружен, опасен и совсем без крыши. Что может пойти не так? まあそれは30年間も行方不明でね、いざチェルノブイリに来て彼女を居場所を探しますっていう方が無理のある話なんだけど、まあとりあえずタラカンって人怪しいことに間違いないんだけど、少しでも彼女の手がかりがあるというならイゴールは行きますと。あったと言えた。ну что ж, решай. Самому встретить судьбу. ミッションを選べる。понял.Здесь я могу выбрать план действий. Отправить Оливера или сделать все самому. タラカンの言ってたモスクワの目ってのはここのことなんだよね。どうしようかな。ここがベース、まあ基地だね。今の拠点。コッパッチ。サプライドロップオンコパッチ。ああ、物資を取りに行くと。ああ、結構いろんなミッションがあるのかな。ストーリーをすぐ進めてもよし、ちょっとサブ系のミッションやってもよし。で、ここはサプライって書いてあるし、いろいろ物資があるのかも。兵士もいるみたいだけど、ちょっとここ行ってみよう。あ、何これ。人選べるの？え、でもオリバー腕怪我してたよね。とりあえずイゴール。準備ができたと。あ、なるほど。自分はどこに向かって、で、仲間はどこに向かわせるだとか、これ、他のミッションに仲間を割り当てることができるんだ。え、なら、まあ、ベースにいてもらっても結構なんだけど、オリバー。ならちょっと、ね、せっかくだし探索に行かせたろう。これでミッション開始だ。またこの空間を経由して行くと。結構ゲーム固まるな。スパイカーってなんだろう。ну я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я, или балериной. Ох, это ужас какой. Такой талант спустить на физику.さて、コパチビレッジ。敵がいるエリアにいると。あ、逃げたければポータルジェネレーター使えと。ああ、なるほど。あ、違う違う違う。こうやって。ほっ。ああ、これで、最悪これで、逃げれるんだ。で、そうそう。今作の戦闘なんだけども、今作はその戦闘特化というよりかは、ちょっとステルスに特化させた方がいいらしくて、あんまりそのガンガン戦闘はやらない方がいいと見た。これ、構えて、どこで撃つんだろう。ちょっと試し撃ちして。あ、OK。はあはあ、結構広い。まあまださすがにこの辺に
おっとっと。そうだ。先にこのカウンターを見ながら行動しよう。読めない。ああ、汚染されてる。まあ、アイテムも探しつつ。結構汚染されてんな。こっちは大丈夫か？あんまりその道として示されていない場所を通るのがよくなさそう。こういう汚染されてる地域は特に。おう、ぼちぼちアイテムが、あ、キノコも生えてる。敵いるかな？まあ少数であれば、後ろから近づいてイゴールの拳を食らわせてやればサイレントキルはできるんでしょうな。キノコちょっと重いかな。ゲームがまだ最適化もそんなに進んでないと聞いてたんで。これは何だ？メカニカルパーツ。喋り声もしないし、敵はいないね。ちょっとこの辺のアイテムを収集しちゃおう。ここは？おお、開いた。建物に入るとね、一気にホラー感が。ドアが閉まった音だよね、うん、うん？赤い服。そう、拠点でお布団を作ることもできたみたいで、このゲーム多分オートセーブじゃなくて手動セーブなんだよな。お布団とか作ればそれでセーブできんのかな。なんだこれ、なんかが映ってる。うん、地下に入ってはいいけど、こんぐらいか？正面から入ってみるか。誰もいないよな。足音もしないし。ちらほらアイテムが。うわ、ぬいぐるみ。こういうの一番やだわ。ん？ああ、置物。いや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 、なんでこんな無造作にぬいぐるみ。うわぁ。一部屋に必ず一つぬいぐるみ。あ、床が落ちてる。これはファーストエイド。に、ケミカル、ケミカル。ゲー。まあ、ここ別にそんな、目的はこれか。ここにサプライドロップ。
左の方に集落というか、まあ村か、ビレッジだし。村があるのかな？ちょっと汚染が強い。こっちは大丈夫かな？ハーブが鳴ってないな。右行ったらサプライで、左行ったら村があるんでしょう。強いな、温泉。多少なら走り抜ければ大丈夫だ。おっ、おった、敵おった。おったけど、今渡されてるのはリボルバーよって撃ちたかないな。すぐバレちゃう。テイクダウンだな、狙うとしたら。殴れるもんね。あ、そうだ、これって、あ、敵の感知までは無理かな。